こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。今やってるのが57、58区になります。ちょっとですね、今戦争してるんで新しくですね、59も今出てます。今から始める人は59やった方がいいんですけど、もうこれもね、始まってこれ4月の9日からなんで、ちょっとね、日にち経ってるんで、60待った方がいいと思います。またすぐ出ると思うんですよね。だいたい2週間に1回ぐらいのペースで出てるんで、多分4月そろそろ出るんじゃないですかね。次の4月の末ぐらいに出るんじゃないですかね。それでやった方がいいような気がします。もう1日遅れるともうだいぶ開いて、ちょっとね、カードの強さもだいぶ違ってくるんで勝てなくなるんですよね。まずですね、58区から行っていこうと思います。58区は今、これが本拠地ですね。自分の本城。あとね、分譲を3つ建てました。分譲を建てるときはですね、土地をですね、9個。3×3 の土地、123123。9取って、全部取るんですよ。で、真ん中に、セットする、こう、建てるのがあるんですね。こうやって、お城を建てる。あ、違う。置かないかな。こういう風に。で、ここはね、今ね、条件揃ってないから出てないんですけど、条件揃えばこの要塞みたいな感じでちょっと薄い緑みたいになります。で、こういう風にですね、今25個要塞建てれて、分譲がですね7個。で、分譲もね、ある程度作った方がいいです。分譲あると何がいいかっていうと、まず収入が増えます。収入はですね、この動線今31万あるんですけど、これがないと、これですね、動線使うんですけど、動線300、カード1枚300なんですよね。これがね、10枚買うと、まあ、ちょっとお安くなって2850。これをね、買って、いらないもので、先方経験値、こういうのにして、これにすると、これに先方経験値にするか、こういうスキルをですね、作るときにカードが必要なんですよ。星3のカードが1枚でプラス 20%、 100% なったら使えるようになるんですね。こういう風に今この状態が今2分の2とかで使える状態で、今ちょっとこの黒い感じで 35% とかなってるのはまだちょっと使えない状態ですね。で、とりあえず今すぐ必要なやつだけ用意してるんで、こんな感じですね。これはもうこっちも全部使えます。で、スキルはですね、まず受動が先に出ます。で、次に指揮で手動っていうのは確率ですね。それと追撃も確率です。の順番でスキルは出ていくんで、なるべくですね、まあ、この受動とか指揮とか持ってる武将がいると、スキルは先に出やすいってことですね。あとは、ですね、ここもね、58区もね、戦争するらしいんで、今ね、準備してるんですよ。しかも、この58区は何か喧嘩したわけでもないのに、なんて言うんですかね、戦争ゲームだからちょっとね、戦争しましょうみたいなね、軽い感じなんですよね。後々ね、それがね、響かなきゃいいけどなと思ってます。自分は57区やってるんで、57区もずっと戦争してるんですよ。ゲームを始めてもずっと戦争で、このゲームは停戦期間とかね、休戦がないんですよ。通常の自分がやってる戦とかだと、2日戦う時も、朝の1時から10時までは休戦だったりして、でその後戦って、2日間しか戦わないんですね。で、休戦期間が2日あって、準備間がまたあってっていう感じになるんですけど、それがね、このゲームないんですよ。準備期間もないし、停戦期間もないし、休む暇がないんで、戦争始めたらね、下手したらずっとになっちゃうんで、まあね、軽々しく戦争するのはね、危険なような気はしますけど、まあちょっとね、遠征って感じで、このね、こちらの方にね、今ね、行く準備はしてます。まあ、わかんないです、どうなるかは。ただね、僕ね、遊び半分でね、戦争はね、これゲームといえでもね、しない方がいいような気がします。これね、機械相手じゃないんで、人間がやってるんで、恨まれたらね、もうずっとですよ。これ57区ね、この次見せるんですけど、57区もひどいことになってます。もうね、YouTube で教えてもらったんですけど、下手したら1ヶ月とか2ヶ月続くらしいんですよ。1ヶ月2ヶ月ね、このゲームに戦争続けられたらね、ちょっとね、もうできないと思います、普通の人は。社会人はね、ほぼね、戦争がもうできなくなって、もうね、ちょっともういいやになると思うんですよ。この運営さんも少し考えないと、まあね、疲れます。
正直。本当にね、休憩がないんですよ、このゲーム。ずーっとなっちゃいます。戦争する準備は今、ここですね。今、要塞ここに立っててます。で、57と同じなんで、なんとなくですね、このマップの、なんとなく分かってきました。戦い方もですね。で、57でそこは説明しようと思います。今、部隊がこうですね、戦争するんで今ちょっとね、準備してるんですけど、58の方が分譲が一つ多いんで、今ね、3つしか ここはないんですけど、あと2つ作れるんですよね。全部で20部隊用意できます。まあ、20あったらね、結構、いろいろできると思うんですけど、この2000っていうのはね、土地を取る部隊です。この2000、スピードが速くて、ここにありますね。速度135プラス20、155あるんですよね。速度で、まあ、1とか2の土地、レベル1、2の土地を取るための部隊ですね。それと、ここの今8850っていうのは、ちょっと例えば、レベル3とか4の土地を取るときに、さっきの2000じゃちょっとね、取れなかったりするんで、そのための部隊一つ。それと今ちょっとね、まだ200しかないんですけど、これはね、破壊部隊なんですよね。あともう一個セットして100以上にしようと思うんですけど、それはレベル1とかレベル2の土地を、まあ裏返しにするとき、土地を取って1時間、手出しできないんですよ。面戦期間って言って、誰も手出しできない時間があって、1時間経つとできるんですけど、その時にこのね、破壊力がね、100あるやつを出して、取り返したりするんですよ。その時に、たくさん兵持っていって、相手が守ってたらやられちゃうから、まあ、300ぐらい、200とか300で活かしてます。これはね、今ね、育ててるやつで、レベル40まではね、ちょっと育てて、育ちきったらもうね、もう戦うやつじゃないでね、この破壊力が高いんですよね。66あるから、速度を全部振って、40になればこう40振れるんで、このね、歩兵の80以上とか言ったらね、なかなか早いんで、それで使おうかなと思ってます。破壊部隊として。部隊こんな感じだ。一軍が、まあ、これ57と一緒ですね。こういう感じにしてます。スキル全然上げてないですね。あと2軍がこんな感じです。董卓、李重、朱舜。この並びですね。スキルがね、上がってないけどね、57より58の方がいいんですよね。前はちょっといないんですよ。もう一枚なんかね、星5出ればね、いいんですけど。さあ、戦争になったら多分1と2だけ使って、3、4は基本的に育成をずっとしようと思ってます。それとあと、ここのから下ですね。ここから下は、まあ、相手の、嫌がらせする専門部隊ですね。スピード部隊。自分は基本的にスピードが速いやつが好きなんで、スピード部隊作ってます。今、城の開発状態ですね。施設は今こんな感じですね。城主婦も全部マックスまで上げました。あと、兵もマックス上げてます。これが、22から、ちょうど1ヶ月ぐらい今経ってるんですけど、これ20とかね、マックスするのはね、もう結構早く終わってます。ただね、レベリングってレベル上げがちょっと全然できてないです。コンピューターのお城を当てた方がレベル上げしやすいんですけど、同盟の中でルールがあるんで、ちょっとめんどくさいからですね、ちょっとやってないんですね。そこ行けばね、結構レベル上げやすいらしいんですけども、なんていうか、同盟の中の幹部っていうか、役職に就いた人たちがね、いて、もうその人たちが多分使ってると思うんで、もう入ってないです。だから戦争になった時はその人たちが頑張れよって感じですね。だからレベリングできてないからですね、自分は。58は今こんなもんですね。順位は今217位ですね。ちょっとね、土地も取れてないんですよ。163分の143。資源州。この中、ここが資源があるところなんですね、こういうところ。中入って、もう取ってるんですけどね、なんかね、なんか取りにくいっていうか、足場をね、使いにくい。こういうとこには本当はね、伸ばしたいんだけど、なんかこう、悪いなと思って足場も使いにくいし、ちょっとね、諦めちゃいましたっていうかもう、たくさんあるのに、もういいかなって感じ。これ何個か取ったんですけど、だから全然取れてないです。57の方が、
まだここね、なんかね、人口が密集してるの、あ、駅州ないんですよね。取りたいなと思うところにドーメインの方がもう全部取ってて取れないから、下手したらちょっとね取れないで戦争するって言ってるんで、20ぐらい残してるんですけど、なかなか厳しいですね。この中はね、こういうところね、あ、取られてますね。こういう、全部これ5なんですよね。で、6は取るなって言われてるから、こういうところ取っていけばね、順位も上がっていくんですけど、なかなかちょっとね、そう、ちょっと遠慮するとダメですね。かといってね、その変なことしたくない順もあるからですね。これね、取りたいけどちょっと、これとかもダメなんですよね。これね、足場、ドメインがもうくっついてるから多分取るんだと思うん で、こういうとこ行きたいんだけど、行くためにはね、誰かのこういうのの足場つかないといけないから、なんかちょっとね、嫌じゃないですか。もうこう多分ここを取るために出してると思うんですね、この方が。ね、もうね、どこにも行けないです。これ出そうと思ったところに青い土地があって、こうありますよね。なかなかちょっと厳しいですね。こことかね、本当は欲しいけど、で、ここ行くためには誰かを足場として借りないといけないからですね。ちょっとね。とりあえず、58はこれぐらいにして、57を見ようと思います。これが57ですけど、もうね、57はね、ひどい。もうね、戦争なんですよ。ちょっとね、しかもね、劣勢になってます。3箇所から今攻められてたんですけど、ここはね、押し返したんですけど、で、これ58と同じなんですよね。自分たち駅州なんで、マップも大体同じですから、中のね、土地の配置は違うんですけど、ここね、一回ね、ここ破って押し返したんですけどね、今真っ赤っかじゃないですか。また押し返されてるんですよ。まあ理由があるんですけど、ね、ここら辺ぐらいまでね、押したんですけどね、ちょっとね、昨日かな、一気に押されて、ちょっと厳しい状態になってます。それと、これちょっと厳しいね、こっちも。ああ、厳しい。これが自分の要塞ですね。もうね、ここ、渡ってこられるのはね、ここしかないんですよね。ここね、渡られたんですよ。でもうちょっと厳しい。で、とりあえず要塞作って、このね、今いるのはここなんですけど、この後ろにもう一個作ってるんですよ。ここはね、ダミーなんですよね。こっちが本当なんですけどね、仲間がね、まだできてないっぽい。あともう一個、作りますかね。ここでやるんだったら。15時間結構かかるな。もう最悪課金ですね、これです。20使ったら、完了します。厳しいね。こっちはもうやられそうだからやめますかね。もう一段階上げたいところですけど。連れてこないと。わ、来てない。これがね、一応うちの戦えるやつなんですけど、まだ来てない。どこいる？どれぐらい？あと6分。6分で中継地点に着くんですよ。ここですね。ここからね、ここに飛ばしたいんですけどね、また十何分かかるな。もしかしたら落ちてるかも、要塞が。いやー、どこやったっけ、重安っていうんですかね、長安っていうのかな。ここを突破されちゃったんですね、ここ。一気に。これがね、慶州、最初ここで、中で戦って、次にここから攻められてきて、こことここが組んで、領州と益州組んで、慶州をやっつけたんですよ。で、ここで一番大きい同盟が、ちょっとね、解散というかバラバラになって、その一部をうちとこっちに行って、で、ここが攻められてたんですね。ここが今一番大きいところと4つぐらいで、で、援軍に行ったら、自分と、領州と自分で行ったら裏切ったと、ここの方が。で、こっちが攻めてきたと。で、今、赤くなってるところで、こっからここを攻めてこられたんですよね。で、あとここも、ここが取り込んだここの残党の人たちもここから入ってきたと。ここは今防いだんですよ。で、ここは逆にやったんだけど、今押し返されてるのは、昨日こっちの残党の方がここ攻めてきたんですよね。だからね、多分みんな疲れてると思う、駅州の人は。ずっと戦争ばっかりだから。
だからさっきの58区じゃないですけど、もうね、戦争始めちゃったらね、休みがないからね、国力が弱くなっていくんですよ。これなんで弱くなっていくかっていうと、戦争したら、武将のですね、経験値が入ってこないんですよ。敵と戦った時に経験値が入んないから、このね、このレベルっていうのは上がんないんですよ。これがね、戦と違うんです。戦だと戦争すればするほどどんどん強くなっていくんですけど、このゲームは戦争すればするほどどんどん弱くなっていくんです。戦争しないで、どっかグッて我慢してる国がどっかあるとして、そこの国がね、とてつもなく強くなっていると思います、実は。我慢してる方が強い。我慢してレベルアップをずっと、カードのレベルアップとか、カードのスキルを強くしてる人の方が強くなってると思いますね。うちはずっと戦争してるから、レベルアップができてないんですよ。だからね、こっちの方とかね、我慢してたと思うんですよね。カードがね、強くなってる。戦ったらもうね、全然こっちの方が強い。ここにね、今数字が見えてると思うんですよ。丸4って。多分ね、4部隊入ってると思います。ここに。守りで。で、ここは、2部隊。赤丸ですね。敵が入れてると思います。で、この自分の丸1っていうのは、今ここに1部隊いるってことですね。で、1部隊は今ね、領地を取りに今行かせてます。ここは今入れてる部隊は、土地を取るのか、あとこういうところを裏返しにする部隊しか入れてないんですよ。厳しい。間に合わないかも。厳しいわね。あとですね、同盟からね、報告書が来るんですよ。で、それをコピーっていうか、保存かな、保存すると、同盟して、戦歴見て、これね、保存っていうの、何のためにこれが必要かというと、このね、座標が分かるんですよね。で、自分がどっか攻めようと、ここの土地を取ろうと思ったとき、まあ今見えてるんですけど、隣接してる土地を、今はちょっとこれ取れないんですよね。今この状態になってるのはね、今、面戦期間って言って、1時間、戦争が、取ることができない場所ですね。で、取れる場所を攻めようと思ったときに分かるんですよ。座標で。そのためにみんなで共有するんですよね。ちょっとね、手間がかかって、そこら辺はね、改善の余地ありだと思うんですけど、そうですね。時代がね、すごく昔の時代だから、まあそういうこともありかなと思う。まあありっちゃありだなと思いながらやってます。いやもうね、ひどい。これね、ちょっとね、圧倒的にも押されてます。今ね、ここまで、ここ破られて、ここまで来られてるんですよ、敵が。で、今の要塞ここ。で、ここ、紅葉っていうんですかね。ここで迎え撃つためにみんなで要塞今作ってる状態なんですけど、ちょっと間に合ってない。それと、ここの傭兵。ここはね、敵もね、本気じゃないっぽいんですよね。青いのは自分たちですね。で、赤いのが、敵です。で、ここね、もう敵の持ち物です、今。で、これ取り返したらね、ちょっとね、一時ここね、大丈夫になるんですよ。もっとね、3箇所で戦ってるんですね。ここ、ここ、ここ。なんで、みんな分散してるんで、1箇所に集中したらまだ戦えるんですけど、で、ここは、この慶州の残党の人、びっくりした。慶州の残党の人が攻めてきてるんですよ。で、ここは、この領主の方が、こことここから来てるんですよ。来てる？変わったからびっくりした。領地ね、僕の家を置け。450、189、どこだこれ。あ、わかった。これは領主の中だ。ここだな。オッケーオッケー。来てるじゃん、相手も。オッケー。ここですね。相手の中のここです。ここの近くにね、この、今戦ってるとこの大きい同盟の方の、まあ、名士さんのお城が近くにあるんじゃないですかね。ただね、ワープできるんですよ。握れるから。
嫌がらせしかできないですね。もうね、ちょっと戦えないから嫌がらせして、今できるのはこれぐらいしかないです。まあ、まだ取れるからですね。203分の185なんで、土地はまだいっぱい取れるから、こうやって相手の領土の中に嫌じゃないですか。自分の土地があったら、これに隣接して仲間が土地出せるんですよ。いきなり飛ばすことができるから、あった方がいいんですよ。敵の陣地の中に土地がちょっとでも残っとけば、それは足場にできるからですね。どこ？あー、わかったわかった。領主取りね。今帰ってきたのこれかな。違う。こっちか。ここね。ちょっとね、ここら辺も取らないかんですね。ただね、自分の部隊がね、弱いん、自分はね、嫌がらせ専門部隊なんで、こういうとこ取れないんですよ。このレベル4とかね、このね、レベル3の土地だとね、自分の部隊はね、1と2しか取れない。で、これが、4ぐらいまでは取れると思いますね。あと、こういうのはね、6ぐらいまでは取れると思います。あ、6? うん、5かな?まで取れると思います。これがちょっと今1軍ですね。で、こっちが今2軍です。ちょっと弱いけど、ちょっとね、今レベル上げてますけど、ちょっと間に合ってない。スキルも全然上がってない。このスキルを上げるために、この銅線使って、こういう買って、貯めていくんですよ。こういう戦法経験値っていう。そのためにこの銅線がいるんですよね。で、銅線をたくさん手に入れるためにこの分譲とか作ると、これですね、この民家だったかな、これを上げると税収が増えるんです。これがね、さっきの銅線関係あります。自分ね、58より1つ少ないんで、こっちの方がちょっとね、入ってくる収入も少し少ないです。ここですね、税収で臨時3回取れるんですけど、で、臨時取るときに、この20っていうのは、まあ、課金ですね。いくらなのかな ?20 円ぐらいなのかな、ちょっとわかんないですけど。これを20使います。さっきの、保存したやつですね。これ消していかないといけないんですよね。あら?違う。違う。これ消していかないと、数がね、限りがあって、これもね、改善ない、余地がいるような気がします。保存消し。2個ずつ手動でやんないといけないのも、なんかこう、もっとなんかスマートにできないかな。で、こう消して、同盟のやつを見るんですね。同盟。あ、違う。チャットできてるんですよ。こうやって。これをクリックして、で、出てきたのを保存。そうすると、今度、同盟戦歴、で、保存戦歴で、ここ出てくるんですよ。今度こういう状態で。そしたら座標がわかるんですよ。で、215、あ、これちょっと違うな。全然違う。上の方だ。あ、こっちか。多分ここのことだと思います。こっちはね、1000何歩だったから。で、こっちはね、この座標が、上はね、500、490とか500くらいで、下はね、2桁しかなんですよ、ここ。こっちはね、490とかで、200何もないんですよ、この下の座標が。上だと思いますね。ちょっとね、ちょっと悪いですけど、自分はこっちでね、もうタッチしないようにしたんですよ。要塞だけは立ててます、ここに。ただ、ちょっと部隊はね、1部隊だけしか置いてないです。基本的に自分がやるのはこっちと、ここと、ここで、三つ置いて嫌がらせするのと、メインを全部こっちに持っていこうかと思って、こっちで戦おうと思って。入ってこられてますからね、実際に。ほら。こっちをね、自分のね、主戦場にしようかと思ってます。で、ここでやられたらもうしょうがないなと思って。いやー、これ、ひどいな。ここね、ここね、相手が守ってる。しかもね、結構強いんですよ、相手が。で、自分の一軍連れてきてもね、多分勝てないと思いますね。ってやられて5時間徴兵とかね、シャレなんないですからね。徴兵、兵作るのにも時間かかりますね。早くしてもね、2時間、3時間ぐらいやっぱかかっちゃいますね。施設を一番良くしても時間はかかりますね。
あ、今戻ってきて、これ自分です、緑の。今、青は仲間ですね。おお。このね、赤の馬がね、敵です。なかなか厳しい。あ、ここ来られてるじゃん。あー、そうね、来れないもんね。ここ取るか、どうか。いや、もうちょっとね、ここね、もうね、諦めかけてるんですよ。っていうのも、もうね、敵がね、ここまで来てるんですよ。この自分の目の前に。で、この目の前の城、多分兵が入ってないんですよ、こことか。もう60でしょ。だから、ここやれたら次僕だから。厳しい。ちょっと仲間入れられないかな。あ、来た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 。19分、間に合うか？とりあえず。嫌がらせだけとりあえずできることだけやりますか。あ、まだ戻ってきてない。あと何分？ 21 秒、20秒。で、これがね、自分の同盟員、仲間の方のお城が落とされたんで、この仲間の方が持ってる土地を足場に敵が飛ぶことができるんですよね。だからここに出してるじゃないですか。もう、くっついてるから。なかなか厳しい。この方がね、中に土地持ってたらね、この川のこっち側に土地持ってたらそっちにワープされちゃうんで、なかなか厳しいですね。入られてるじゃん、こっちまで。うわ。俺が、あ、ここは俺が出そう。あれ？あ、隣接してない。おいおい。マジか。あ、もう間に合わん。あのね、仲間こうやってね、青い矢印出てるじゃないですか。だからね、もうそこ取らなくていいやとか思ったらね、その来る人がね、2時間とかだったりするんですよ。それで相手に取られちゃったりとかね、結構あります。だからね、もうね、取った方がいい。そうしたら結局ね、自分たちが危なくなっちゃうからですね。その、わかんないです。すぐ来るのかもしれないけど、もうね、今までの経験上ね、2時間とか3時間で飛んで、この状態で2時間3時間でやられたらね、ちょっとダメですね。もうね、スパイじゃないかと思ってます。相手の。このこっちの側のスパイじゃないか、時々思う時ありますね。2時間3時間ってね、今ここの、もうはっきり言って、まあ15分とかぐらいじゃないですか、戦争としては。もうキンキンなんです。ここ全部やられそうなんですからね。ガードしないと。うわぁ、間に合わないかもしんないなぁ。どこ？あ、ここね。はいはい、オッケー。あー、これは493-40だから、画面の左ですね。こっちです。こっちの向こう。相手の、この領州のここら辺取ったってことですよ。ここら辺ちょっとね、足場伸ばしていってるんですよ。ちょっと嫌がらせです。どうせ、やられちゃうとは思いますけど。そしたら相手の体力が20使うんですよ。これって、おー、曲変わった。体力がね、100しかないんですよ。で、1回動くたんびに20使うんですよね。なんで、5回しか動けないんで、それを削るために嫌がらせしてるだけです。相手の。で、相手の土地の中に、相手が持ってる領土の中に、敵の土地があったら嫌じゃないですか。だから必ず消しに来るんで、その人の体力削るだけの嫌がらせのことをしてるだけです。時間稼ぎですね。ここにね、みんなね、集中しないとダメなんですよ、ここ。ここまでも押されてるから。ね、取ったでしょ？ここ。え、来てないでしょ、この二つ。危ないわ、これ。ちょっと。これ、来ないかもしれない。戻ったらもう一回出そう。1分。自分はね、このためにね、スピードを重視なんですよ。速い方、これ相手がこう出そうとしてるところを、あったら、こっちがね、先に取ることできない。そしたらね、相手の部隊は体力20使って戻んないといけないんですよ。今この状態、ちょっと旗が立ってる状態っていうのは、今自分は取って、ここに出てるんですね、ここに。面戦。戦争できない時間が1時間あって、あと58分25秒。これが0になったらね、通常のね、ないことかね、あ、こういう感じの土地に変わります。で、今この形はちょっとね、攻められない土地ですね。これでね、ガードするんですよ、相手を。ほら、1時間ガードできるんですよ。ここ攻めてこられないから。ただね、この自分のね、要塞が落とされたらもう話にならないですよね。ちょっと見ようかな、ここ。
は。いやー厳しいね。こちら1か同盟で戦撃にて防御、舞台間に合うかな。あと何分？あと12分、12分できて、とりあえず1回は戦わせることできますけど、多分やられるとは思いますね。けどまあやるだけやってみましょう、せっかく来たんだから。まあ相手の方が強いと思いますけど、厳しい。このね、ここ、守ってくれたらなんとか。今来てるんですよ、こことここに。これがね、今 100% じゃないですか。これがね、耐久度があるんですよね。自分は今、多分、向こうから見たら、60ぐらいかな ?65 とか。それは、なんかついちゃった。上げたんですよね、要塞のレベルを。それで、耐久度が増えたから、なったってことですね。名士さんとか、指揮とか、幹部の人がね、指示をしてるんですよ。ここを面張りしろとか。面張りっていうのはこれですね。面戦。そしたら相手が攻めてこれないから。で、その通りみんなが今動いてます。ちょっとね、あんまりね、チャットを映すとね、ちょっと嫌な人もいるから、なるべく映さないようにしてます。本当はね、見した方がいいんでしょうけどね、細かい、みんなのね、愚痴みたいなやつとかもね。でもね、ちょっとあんまり良くないなと思って、なるべく見せないようにしてます。自分はですね、戦える部隊がね、2つしかないんです。これ58と一緒ですね。この2つがメイン。メインは本当はこっちですね。この2つメインで、あと3、4っていうのは育成してる部隊なんですね。これ育成です。で、昨日だったかな、ガチャで、これかな、細分岐だったかな、名前。細分岐でいいのかな。このね、姫様カード手に入って、これをね、育成しようかとは思ってるんですけどね。わかんないですね。これ育てた方がいいのか、星5なんですね。一番いいやつです。か、この分析可能って言って、にした方がいいのか、ちょっと迷いますね。なんかね、防御力が低すぎて、厳しいような気がするんですよね。射程が、2だったと思うんですね。おお、ちょっとかかった。射程が2だから、真ん中、でも真ん中置いたらちょっとって感じしますね。これと入れ替えようと思ったんですよ。この、あ、こっちが。候補数。候補数、まだ現役ですからね。ただね、候補数も全然、防御力高いんで、ちょっと迷うとこですね。ちょっとね、今見たらね、見えないんですよ、ずっと仲間が。でね、相手はね、ここに来る相手を見たらね、これかな？これ、多分これだと思うんですよ。11分で来るんですよ。ここ。で、多分11分で来れないと思うんですよ、仲間がね。でもしょうがないから、もう俺が取っちゃいます。取らないとね、相手に取られちゃったらね、ここ前に来られちゃう。あ、取られて、こう取られてるじゃん。これか。この矢印か。いや。これされるときついんですよね。もう、ここ突破されちゃったから、もうここ入ってこられるんですよ、相手が。厳しい。もう捨てた方がいいかもね。今、ちょっともったいなかったな、行動が。一回分。マジか。だからね、なるべく、戦場の近くに要塞立てて、あまり近かったらやられちゃうんですけど、なるべく近いところに要塞立てて、やっぱスピード部隊はいると思います。自分はこのゲーム初めてなんですけど、他の戦争ゲームはまあ何個かやったこと、戦国戦とか、あとまあ大戦略とかですね。やっぱね、スピードがね、重要ですよ。まあもちろん火力重要ですけど、まあ、弱かったら話にならないっていうのはありますけど、ただね、絶対ね、スピードを重視する。弱くてもスピードがあったらなんとかなる場合があります。まあ、素人されることはあるんですけど、大きい同盟に入っておけば、やり終わるんですよ。自分がスピードで相手のこう、
取り来たのを今みたいに自分のが先に、これ多分自分が先に取ると思うんですよね。うん、でもこれ意味がなくなっちゃった。ここを抑えられないんじゃ。これを抑えるために、1、2、3箇所、4箇所取らない、ガードするため。ほら、来た。ね、こうなっちゃうんですよ。なんと、7分か。行って帰って、行って帰って出して、うまくいけば自分がここ取れるか、取れるかもしれないですね。もう一部舞台入ってるのがね、これね、こういうレベル1と2の土地をね、消すための舞台なんで、ちょっと厳しい。残念。これ戻ったら、今1分40、今来てるのがこれが4分。多分2分ちょっとでこっちに行けたんですけど、今見たら、疲労なんですよね。だから、5回しか行けないから、21分かかるんですよ、動けるまでに。ちょっとダメですね。どれかな。今のこれか。HP がね、20いるんで、7回復するのに21分かかるってことです。これちょっと、そう、5回しか動けないんですよね。満タンの状態。だからちょっと厳しいね。これね、戻ったらちょっと一回外しましょう。これはもうちょっと使えないから。厳しい。どうなったかな、これ。ちょっと見ますか。これ、ここら辺。うわ。来てるなぁ。このちょっと自分の近くではないっぽいな。28じゃないけど、ここ来てなかった。ここ22、動線22、一番か。うわぁ、あと6%か。これか。いや、結構強いなぁ。守ってみるか。しょうがない。これでね、今舞台が来てるんですけど、あ、来た来た来た。これ。今来てるじゃないですか。でね、いきなり出してボコボコにやられてね、まあ今からちょっとやってみますけど、ボコボコにやられてね、でね、もう終わりって感じです。3時間何もできないなるかもしれない。とりあえず、まあ戻ってきたこいつは疲労だから返しましょう。それでここに速度舞台を1人、速度近く、いやお前じゃない、ちょっと来て。何分、31分。他は、いやーマジか。30分とかもうやられてんじゃない俺。もう一応入れますか。来た。相手が来てますから、こうやって、うわ強いんじゃないこれ。ちょっと待って、このね、この方強いんですよね。ちょっとね、まず一回受けてからがいいわ。とりあえずここに帽子出して準備だけしとこう。どこ来てる。うわ、こっちか。どこ出すかな、迷うな。とりあえず自分の周りを守りたい。多分めちゃくちゃ強いですこの人。もうね、キャラクターはね全部レベル50だから、多分ちょっとやめとこう。この人が当たった後に出そう。よし、36秒、いけ。すると、ここの周りを、この全部で9マス、自分の要塞とここ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 まで守り入れると思いますね。今ちょっと見てみますか。めちゃくちゃ強いと思いますこの人。これでしょね。相手火がほとんど出てないんですよ。こっちも500しか残ってないでしょ。これ自分の舞台じゃないですけど、こうなっちゃうんですよね。しょうがない。勝てる気しないけど、もう入れとこう。これでやられて帰るだけですよ。俺何しに来たんだって感じですけど。厳しいね。これもう下手したら、まあ、すぐには負けないと思うんですけど、弱体化するかもしれない。一時期は、うちの、こ
ここの駅州のうちの同盟が全体の1位だったんですけど、今ここの同盟の方が1位になってるんですよね。で、ここからも攻められてるし、こちらからも攻められてる。あとね、この方はね、なんかね、うまいこと立ち回ってて、自分は手を汚してないで、こことここの国同士で戦わせて、結局お互い力が弱まっていくから、力蓄えてますよね。今ね、揚州の方がね、今行ってるんですよ。青州っていうんですかね、ここまで。この方に来たいですね。ちょっとね、少しでも力を削いでもらわないと、もう独断しそう、ここが。厳しいですね、この戦い。あとどれぐらいで来る？とりあえず自分の力を一回見ますかね。あ、これ違う。これはレベリング、育成してるやつですね。もうちょっと面倒なんで、この、紅葉っていうのかな？ここをね、で、迎え撃とうと思ってるんですよ。今ここで戦ってるんですけど、要塞用のレベルを5まで上げました。一気に。だから今700なんですよ。破壊するやつで、これをね、満タンになったら削らないといけないんで、なかなか難しい。これね、何時間もかかるんですよ。15時間とか20時間とかもね、めんどくさいんで、これ使いました、ね、課金を。今からここに部隊を寄せて、これでピストンで、いろいろさせようと思います。速度もいるね。あともう一つ。4つ。一つ開けときますかね。どここれ。あー、はいはい、取った。オッケー。これかな？あ、違う。ここ取りました。よかったよかった。仲間がね、ここ取れてたんで、取れると、大体ですけど、この周りには、相手が守りが入ってないなっていうのは、なんとなくわかるじゃないですか。だからここで取りやすいんですよね、自分が。戻ったらもう一回ぐらいやりましょう。まだ、体力的に大丈夫ですね。何回か出せると思うので、何回出せる。OK! あと4回ぐらい出せますね。嫌がらせしましょう。ここら辺で。もうそれしかできない。自分が今ここ取れたから、この周りも今防守が入ってないっていうのが分かるんですね。この人が取ったんで、この周り、この9マス入ってないのが分かる。自分がこう取ったから、この9マス。ここら辺ちょっと取れますね。敵がいたら、このチャットでね、教えるんですよ。そしたら、仲間がそれを、さっきの、同盟戦歴の保存で見ること、共有できるんですよね。で座標を見て、相手がどんなんかも見てっていうのができるんですよね。ちょっとね、やっぱ時間はかかります。イクさんの方がね、はるかにね、そこは早いと思います。なんちゅう同盟、同盟の名前。相手が帽子を置きましたね、ここに。ここにあるからか。こうあるからこうなんですね。あ、じゃあここちょっと危ないですね。見えてるからですね。自分の兵300で行ってるんで。この辺だったら大丈夫ですか？こういう、話していけば。見えるときと見えないときがあるんで、多分、見えるっていうときはその、なんですかね、仲間のこの領土とかのこの尺的の距離とか関係あるのかもしれないですね。見えないときがあるんですよね。いるのに。中にこういう、入ってるのに、防衛が入ってるのに見えないときはありますね。今自分ここ入れてるんですよ。ちょっと緑の旗みたいなのが見えます。ここに入れてるから、自分の要塞と、ここと、ここと、あと、ここもかな？を守ってることになります。ちょっとね、待ってるんですけどね、どんな案が来るのか。ちょっと相当強いの来そう。大丈夫かな？あと10分。早くちょっと、今こっちに来てる部隊早く来てくんないかな。ここちょっとガードしたいんですね。相手が来た時にパッて取るように。ちょっとこうダメだな。落とされるね。ちょっと狙われてる。本当にちょっとそこまでも回んない。自分のここの周りだけで手一杯ですね。よし、OK だ。じゃあ、こう取ろうか。厳
厳しいですね。ここは、認定っていうんですかね。領主の中のところですね。こっちです。今、自分がメインで戦ってるのはこっちで、ここはちょっとね、もう、手を引きました。自分は他の方に、領民の方に任せて、ここはね、自分嫌がらせ専門で、ここ今自分たちの同盟が取ってるんですけど、これね、5って書いてある、ここ5を守ってますね。で、ここ奥も、ここ12部隊いますね。自分たちここ2しかいないです。赤丸、要塞の上の赤丸は部隊が入ってるってことですね。自分はね、ここね、ほとんどね、守るつもりなくて、嫌がらせする専門で部隊を、あ、これ多分ね、来ますね、また。厳しいね。なんとか、ね、この今もともと仲良かった同盟と戦争しなくなるようにしてもらうだけでもだいぶ違ってくるんでしょうけどね。ちょっと厳しいよ絶対。正直ちょっと戻りますか、あっちに。どうなったかな。うん、取った取った。ここ OKOK。ということは、ここっちゅうことは、この周りも行けるから、ここら辺も取れるね。どんどん取っていきましょう。逆に。そうすると、相手がね、ちょっとね、あ、ほんと、ここまで出てこれるんですけど、ここら辺を全部ガードして処理してしまうと、ちょっとね、また、進軍速度が遅くなる。まだ来てないでしょ、ここ。どんだけ時間かかってるんって話ですよ。領地取るのがね、部隊がまだ来てないんですよ、こっちに。これ。どれぐらいかかるんかな？どこにいるんだよ、今。OK。これか。あとどれぐらい？ 13 分か。かかるな。来たらね、ちょっとね、1と2は取れると思います。ここら辺のやつはババッと2、3個取って。で、また戻して、他の速度をここに入れて、の繰り返しですね。マップでは今ここで、今ここをもう無理やり5までしたんで5部隊置いて、ここに2部隊置けるんですね。ここ3部隊置けるかな。これ全部ね、要塞です。こういうとこね、部隊をね、散らばらして置いてるんですよ。で、キストン輸送で送って、体力切れたらもうここまで戻して、で、復活したらまたどっかに置いといての繰り返しですね。まあ、そうですね。このゲーム時間がかかるって文句言ってたんですけど、時間がかかるから持ってるのかもしれないですね。そんなに簡単にこう、国が全部滅ばないのかもしれないです。すごく時間かかりますよ。昨日の夜かな？夜8時とか9時ぐらいにここ開けられて、まだここなんですよ。敵がいる。この赤いところですね。で、次ここで迎え撃とうとしてるんですけど、今が15時。3時19分なんですよ。今日日曜日なんですけど、だからね、丸1日は経ってないですけど、夜の8時とか9時ぐらいに開けられて、まだここしか来てないんですね。相当ですよ。これ、どうやったら終わるかっていうと、うちの名手さんが降参するか、降参負けましたっていうか、まあ、名手さんの、まあ、お城を落とされるかですね。で、名手さんがね、引っ越せばね、ずっと逃げられるんで、まだちょっとわかんない。まだ来ないね、ここ。ちょっと守ってるけど、あ、しかも、点線が2個あるから2部隊行きますね。まずいなぁ。うわ、来るわ。こっち来るわ。とりあえず、それで自分の強さがわかりますね。まず。あと1分半後。ちょっとね、これはな、ちょっと時間かかりそうだから、ここまでやめとくか。戻った。もう一回出そう。いいんじゃない？いや、ここ突破されてるじゃん。おいおい、頼むよ。ね、この矢印がね、仲間のがね、何分後に来るかが分かんないんですよ。これね、見れるようにしてくれたらいいな、どっかにこう、ピッて。そしたら自分のが早かったら自分の行くんだけど、それ調べるためにね、こういかね、あ、これ3分なんていうとこまでしないといけないんですよ。これだから、ずっと行かないといけないんですよ。これもっと簡単なやり方ないんですかね？知ってたら誰か教えてほしいですけど、この、
来てるのをピッて仲間のところに飛ばす方法、こうしかないんですかね。こう矢印辿っていくしか、ここガードしないといけない。まだ来てないよ、これのところ来てない、やばい。とりあえず今一人は勝ちましたけど、少なかったですね。多分これ破壊部隊ですね。こっちはゼロで相手全部やっつけた。このね、下にね、赤文字で522とかはまた相手に戻ってくる部隊ですね。230ちょっと見えないな、6かな。とかいうのは負傷してまた相手が戻ってくる部隊です。全部ゼロにしたわけじゃないんですよね。戻ってくる部隊もあります。厳しいね。このなんかこうでかい旗が立ってるじゃないですか。これね、多分軍団みたいなのが来るんですよ。このなんかね、点がちょっと違いますよ。ちょっとなんつうのあれ、六角形みたいな、この形してる点、これね、相手のね、辿っていったらね、軍団が飛んでくるんじゃないですか。これ、ものすごい数だと思いますよ。わかんないですけど、何万人も、ね、ほら、これ見るからになんかすごいじゃないですか。こっから飛んできてるんですよ。募集して大衆っていうね、身分があるんですよ、役職に。でそれに任命されると、こういう風にね、自分で軍団を編成できるんですよ。同盟員募集してちょっと来てとか言って、そしたらね、すごい数で来ると思います。飛んでくると思います、ね、やばい。ここら辺なぎ倒されていかれると思う。これちょっと厳しいね、うん。今日ね、いないんですよ。うちの強い人二人が。あとこれもうすごいですよ。もうね、敵になったり、味方になったりね、目まぐるしい。昨日まで仲間だった人がいきなり寝返って相手についたりとかね、自分たちのね、奇襲の中ではね、そういうことは、まあ、ない、今のとこないんですけど、この、自分たちがね、一回、平定したっていうか倒したこの慶州の中の人がね、すごい自分たちについたり裏切ってまた相手についたりをずっと繰り返してる人がいて、その人がね、また今も来てるんですけど、ちょっと怖い。仲間に疲れ、よくもうそんな人、よくな、相手もよくそんな人仲間に入れるなって感じです。だから相手が有利だから相手についたんだと思うんですけど、すごい。いやー、来そう、ボロボロされそう。ここら辺でしょ、全部ここら辺来てるやつ、やばいよ。自分のとこじゃない、違うかな。あーだね、これでね、多分やられて剥がされそう。自分しか守ってないような気がするな、ここ。厳しいね。ちょっとでも嫌がらせできたらいい、よしとしましょう。攻められた、今同じとこ来てるね。これさっきのやつですね。同じところ、座標が多分一緒なんだと思うんですよね。よかった、これも破壊部隊だと思います。よかった。これね、フルで来られてたら危ない。多分ね、戦力確認みたいなもんですよ、どんなんかを。どっちにしてもやられます、自分弱いのがバレる、バレたら。あーね、強いの来ちゃったよ。同じとこですよ、これこれこれって感じです。うわー、一応勝ったけど、やばいね。ナイスファイトでしょ。6000減らして相手は1万2000だから。まあ、数が多い方が有利。プラス、やっぱりいいカードがいいです。これも全部極めって言って、スキルが全部3つついてるんです。自分のは、この状態にすると、一番上のスキルをレベル10。で、レベルがこれ20ですね。武将カードがレベル20で、同じレアリティのカードを、この音楽気になるな。このレアリティのカードを2枚生贄にすると、この3番目が開くんですよ。で、今3つつけてるんですけど、ちょっとね、スキル低いんですよ。本当は全部10にしたいと思うんですけど。で、こういうのはね、10にして、
20超えてるんだけど、生贄がないんですよね。生贄があれば2体するんですけど、だからね、ちょっとごまかしてますけど、まあまあ一番上は10だからですね。で、今戦った対戦の人は全部3個ついてるってことですね。ただね、武将の数が少なくてよく、兵の数が少なくて助かりました。厳しい、俺どれだけ持つかな。一回ね、今ね、戦って、この今2万1000になってるんですよね。一回ね、戻したらね、これ帰ってくるんですよ。3000。3000ぐらいあるんじゃないですかね。そしたらね、一回補充できるんだけど、これ誰も守ってくれてないんですよ、ここ。一回ね、戻してね、もう一回入れたいんだけど、また俺んとこ来るの。そうだよね、俺んとこ来るよね。全部ここでしょ。だからね、戻れないんですよ。一回戻して入れ替えたいんだけど、補充ができないなぁ。あとどれぐらい ?30 秒と1分20秒か。厳しい。ここ今ドンパッチしてるところですね。自分が守ってないところかな。あ、守って、俺も、あ、守ってるとこか、ここも。いや、厳しい。これやられたでしょ。おぉ、よく勝ったね。相手が2万4000、だから、1万9000ぐらいやっつけて、いやー、4000やられてる。いや、厳しい。ちょっと、引きたいけど、いや、引けない。あ、やられた。ね。やられたんですよ、今。ね、敗北しちゃった。こうなっちゃうんですよ。1万7000で、相手が2万6000。相手の1万2000削りましたけど、こっち1万7000やられちゃったってことですか。厳しい。一人で守ってますから。これされたらきつい。仲間がいないんですよね。厳しいですね。今ので一旦戻ったんですね。やられて戻ったんで、負傷してるんですよ。回復するのに9分かかります。で、兵も1万1000まで減りました。これ厳しいね。だから9分、どっちにしても動けないから、とりあえず、徴兵だけしますか。9分ぐらい。で、あ、これは動線使うんですよ。だから自分のね、本城まで戻ったらかかんないんですけど、今ね、要塞で作るからね、これがかかるんです。これがね、大変。お金も、これも使っちゃうからですね。やっぱり戦争するといろいろ大変です。9分動けないから、どっちにしてもこうや、あ、さらちにされた。あ、俺もう落されるね。厳しいじゃん。じゃあもう嫌がらせだけするか。なんなんこれ。全然仲間は役に立ってないじゃん、これだと。あの矢印邪魔。あらららら。落ちちゃいましたね。282あるから、相手がね、破壊282ないとまだ落ちないんですよ。ただね、この弱い兵、今、場所取り行かせてる。これと、これはとにかく、あ守られた。ああ、守られたんだ、ここ。マジか。あ、違う。守ってないのに、俺がただ単に弱いで負けただけか。取れないんだ、ここ。レベル2なのに。嘘。いやー、厳しいですね。ちょっと守りきれない。無理だ。ここまで来られたらちょっと無理だな。ちょっと下げようかなーって感じですね。もう逃げたい。今ここなんですよね。みんながここに要塞できてるかどうかですね。少なくないですか、この青の。まあ、今作ってるんですからね。ちょっと間に合わない。しかも数が少ない。要塞の。厳しいかもね。こっちでしょ。ってことは今ここだから。
ちから来るってこと、この道、こっち側から来るってことでしょうね。うん、あ、もうここまで来てますもんね。いや、もうだいぶ近いよ。あっちからじゃあ、トコトン。あ、そっか、隣接してないから。誰、誰だよ、早く取ってくれよ。何分 ?4 分か。じゃあいいや。重症か、これも動けない、ダメだ。なかなか厳しいですねこれは。いやーもう時間がとにかくねもうあっという間に時間、これ赤がで今ハテナでは敵に今攻められてるってことですよ、自分が。こんだけ。もうひどいこっちゃって感じですね。どここれ。ああ、これはね、領主って、うん、この中、ちょっと嫌がらせの、取ったとこね。これ、消しに来るでしょ。で、体力奪うためにやってるだけなんで、別にいいんです。わざとですから。とってもいいけどね。ちょっとそこはもう無理だろうな。諦めよう。どっかないかな、青い土地。そしたらね、つなげるんだけど、ちょっとないっすね。こっちは、これもなんかあるね。あるね、いいね。よいしょ、こっちもつなげる。そしたら、もう嫌がらせができないんですよ。隣接してるところがないから。多分ここ来ますね、相手が守れるかどうかちょっと微妙だけど、あ、来てる、そうなるよね。これ要塞あるけど空っぽいないっぽいですね。これもやられますね。厳しい。はいはい、土地取った、 OK。うん、ここ今ここ取ったんですね。ここ多分ダメだな、落とされるわ。兵もね1万しかいないからちょっと厳しいですかね。とりあえずここはもう残念だけど、あーあー、さっきのとこね、領主の中ですね。とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回は続きですね、やっていこうと思います。ちょっとね多分相当押されてると思いますよ今ここですけど。こっち側からも来てる。こっち、ここはねまあ地形がいいんですよ。ここね守りやすそうだから自分はタッチしてないんですよね。あの 岩山にこう挟まれてるんで、ここさえ守ればいいんですよ。この3マスだけ突破されなければいいんで、うまくやりくりすれば守れると思うんで、自分タッチしてないんですよね。ここね、守りやすい地形なんですよ。だから、ここね、ここぐらいまで取って、わざとここ2つぐらい開けとけば、相手がここに来た時にまずここガードしたら1時間入ってくれないしね。次ここ取った時にまたここガードすればまた1時間って言って、相手はね、なかなか前進できないマークなんですよ。いいなと思ったから自分はちょっとタッチしない。お城だけは、あの、要塞は建ててます、近くに。ね。ここ。これは要塞なんですよ。要塞は近くに建ててるんですけど、タッチしない。自分がやってるのはここ嫌がらせと、ここを全力で守ろうかなと思ってるんですけど、ちょっと仲間がいないっすね。日曜日なんですけどね、いないっすよ。おかしいな。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。